ゴージャス動画です。私がゴージャスでーす。アシスタントは、はい、河野まりかでーす。まりかさーん。ということで、ナマステですか。ナマステでしょ、やっぱり。ナマステですか。ナマステかちょっとわかりませんけども、ちょっとよくわかんないですけど、後で確認しますけど、ちょっと今日はちょっと違う感じの思考でね。そうなんですよね、うん、ちょっと前回まりかちゃん多分、はい、リングフィット、あ、やりましたね。やった時に、はい、あまりにも僕ちょっとね、体がなまりすぎていたので、確かに私も、はい、ちょっとやっぱりこれはダメだということで、お、ちょっと今日はちょっと先生、先生、ヨガの先生をちょっとお連れしまして、ヨガでしたか、はい、だからナマステ、ナマステ、はい、先生にいろいろご教授願おうかなと思って、うん、先生の方お呼びしております。この方です。はーい、皆さんこんにちは。甘い声がチャムパイとキララこと小原遥香です。やコハル、みんなコハルんだよ。コハルんです。コハル俺知ってるよ、はい、ツイッターで見たよ、なんかあヨガ教室やってるの知ってる。そうなんです、たまにちょっとファンの方にヨガを一緒にやってもらって、うん、そうなんですよ。まさかの、はい、うちのスタッフがね、はい、ヨガの先生を探したんだって。あ、一番近いところにいたっつって、うん、あ、いたの、いたっつって、コハルがいた、コハルがいたっていうこと。なるほど、ゴージャスさんがこう運動不足ということで、ちょ、もうちょっとね、もう本当にもう40超えて体ガッチガチなんで、本当に今日は柔軟も、そうですね、たっぷりと、ゆっくりと、本当に手とか伸びるようなやつ、こういうじゃないですか、こういうポーズ、あんなポーズあったかな、手とか伸ばして、体伸ばしていきたいと思います。ストリートファイター2の誰ですか。手伸びるやつですね。うん、いろいろじゃあご教授願いたいと思いますよ。はい、はい、インストラクターの小春です。よろしくお願いします。お願いします。ナマステ。ヨガはやったことありますか。ヨガを、うん、知らない、だから本当にこれ、これよ。このポーズ、私もちょっと習ってないんですけど、もしかしたらあるかもしれないので、ね、ちょっと調べてみたい。あと すげーいっぱいの針の上に寝るとか、そういう針の上に寝る、誤解ね、誤解、誤解してた、ヨガをだからずっと怖いと思ってた。なるほど、怖くない、怖くない、ヨガはもうリラックスして、うん、心を穏やかにしていこうっていう、うん、はい、基本コハルン の、 あのレッスンは、うん、リラックスして癒されてもらおうっていうのが目的なので、ほっかほっか、はい、皆さん、ま、あのちょっとストレス社会で、ストレス社会で、あの芸能サバイバルでいろいろ心も疲れてると思うので、はいはい、癒しを、癒しを、癒しをたっぷりと。まりかちゃんもね、そういう声優界やっぱね、そうですね、溜め込んだものを今日はヨガで、ヨガで解消していきたい。はい、はい、それではもう、うん、早速ヨガはですね、はい、サンスクリット語で結ぶという意味があります。結ぶ、はい、なので心と体を呼吸を使って結んで癒されて、はい、心身ともに今日は健康になっていきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみになってきた。それでは前にも早速ポーズに入っていきましょう。はい、はいはい、まずおへその延長線に、はい、かかととかかとをセットしてください。はい、そうですね。おへそのあれ、ゴージャさん大丈夫ですか。そうです、大丈夫、 OK です。かかとでセットしていきます、はい、そして骨盤を立てていきましょう。ちょっと、はい、マリンカちゃん上手ですね。ゴージャスさんちょっとあの多分骨盤が寝ちゃうので、はい、あこうクッションを入れる、腰が落っこっちゃってるんですね、今クッション入れるとどうですか。楽になってくると思うんですけど、ここ立てていきます。楽です。はい、タオルを入れてください、 お尻に、はい、ちょっときついなと思う方はブロックやタオルを入れていきます。はい、そしてお尻のお肉をかき分けていきます。かき分けで、座骨で、はい、マットを捉えていきます。マットを捉える、はい、いいですよ。テロップ処理お願いしますよ。はい、そして、うん、背骨をスーッと天井から一本の糸で吊られてるような感覚で伸ばしていきます。はい、そしてこの時肩をくるーっと一回回してスタン、力を抜いていきましょう。はい、上手です。そして膝の上に手を添えていきます。手のひらは天井方向です。あら、すごい。はい、それでゴージャさん多分力が入っているので力を抜いて、で呼吸をしていきましょう。はい、それでは鼻から吸って鼻から吐いてゆっくりと呼吸していきます。はい、スカーサナ安楽座のポーズです。このポーズは集中力を高めてくれるポーズです。それでは目をつむっていきましょう。今の
自然の呼吸をしていきます。今の今日の呼吸がどんな呼吸なのか観察していきましょう。ゴージャスさん、はい、息してますか？してます、はい、そうですか、はい、今日の呼吸が短いのか長いのか、それとも深いのか浅いのか、じっくりと自分を見つめていきましょう。すいません、声がすごいなんか心に入ってくるいいことだ、本当に心に入ってくる、心に入ってきます。なんかすごい、なんかツボ買ってくださいって言われて買っちゃうぐらいの入り込みようです。ツボ買ってください、ツボ買ってください用意してないですあ、でもそれいいことです ね、心も解放されてる証拠じゃないですか。解放されてます、解放されてる。それでは、はい、だんだんと鼻呼吸に切り替えていきましょう。鼻から大きく吸って、鼻から吐いて、鼻から大きく吸って、鼻から吐いて、それでは鼻から大きく息を吸って、お腹ぷっくりと膨らまして、そして胸、鎖骨にまで呼吸を入れていきます。そして吐いて、鎖骨、胸、お腹ぺったんこ、何度かご自身のペースで繰り返していきましょう。鼻から大きく息を吸って、お腹、胸、鎖骨、吐いて、鎖骨、胸、お腹、ぺったんこ。息を吸うときはたっぷりと新鮮な空気を吸っていきましょう。そして吐くときは心のモヤモヤや体のいらないものを出していくイメージで吐いていきます。もう癒されてます。あ、もう癒されてます。もう完全に体とかまだカチカチですかね。大丈夫ですか。体はでもカチカチです。あ、カチカチ、はい、すぐにはね、合わせてます。あ、私のままだった。はい、それでは次のポーズに入っていきますね、はい、まず足裏を合わせていきます。足裏を、はい、足裏を合わせていきましょう。そして足を立てたら股関節から外に開いていきます。硬いですか、ね、はい、大丈夫、硬くないですね、はい、で、背骨を、座骨、均等に体重を乗せていきますね。で、背骨を伸ばしていきます。はい、そうですよね。そして手は足に添えていきましょう。で、肩をくるっと回してストン、肩の力を抜いていきます。首長くしていくイメージです。目線は鼻先を見ていきましょう。鼻先、はい、正面から鼻先を見ていきます。はい、合的なポーズです。このポーズは股関節をとても柔軟にしてくれるポーズです。それでは呼吸を止めずに行っていきます。一度大きく息を吸って背筋伸ばして、吐きながら前屈していきましょう。この時に、ね、背骨が曲がらずまっすぐであるように、足の付け根から前屈していきます。呼吸は止めません。呼吸をしていきます。すいません、先生小遊さん大丈夫です、ちゃんと言ってます。それでは吸う息で一度上体を起こしていきましょう。戻していきます。はい、どうでしょう、股関節少し伸びてきましたか。そうですね、はい、なんか分かりませんって股関節はピリピリしますね。あ、してますか。全然前に行かないですもんね。あ、でも徐々に前に行ってくると思うので、力を抜いて、はい、はい、もう一回やってみましょうか。はい、はい、では吸う息で背筋を伸ばしていきます。肩の力を一つ抜いて、吐く息で前屈していきましょう。この時、苦しかったら自分の心地いいところで止めて結果です。自分の心地いいところでポーズをキープしていきましょう。上手ですね。じっくりとポーズを深めていきます。それでは吸う息で上体を起こしていきましょう。はい、どうでしょうか。リフレッシュしてます。してますか。
すごい厳しい。あじゃあ足を一回閉じてことだ。パタ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 。あ行きましょう。足が股関節がちょっと硬いですかね。そうですね、硬いです、はい、じゃあちょっと足をくるくると回して、はい、まだね、寝起きかも、体も寝起きかもしれないので、そうですね、少し体を起こしながらやっていきます。外回しストレッチ運動久しぶりにやったんで、ちょっと本当に本当ですか。そうですねそんなストレッチ運動は基本そんなしないですよ、僕。そうなんです。大人ってそんなしなくない？まあ確かにする機会増えましたよね。してる顔してないですよ、あのスタッフも。してませんしてないですしてないですね。なのでちょっとずつ動かして、ね、はい、無理なく、無理ない程度に。はい、それでは次のポーズに入っていきたいと思います。はい、次のポーズは足を伸ばしていきます。てはい、そしてもう一回座骨でマットを捉えていきます。はい、で骨盤を立てていきましょう。苦しいですか、はい、そうですね。で背骨を伸ばして頭から一本の糸で吊られてるようなイメージです。マリンカちゃん上手です。はい、そしてくるっと一周肩を回してストン、首を長く、手は横に置いていきます。そして足先は天井方向です。目線正面を見ていきましょう。鼻から大きく息を吸って、鼻から吐いて、はい、ランダースの杖のポーズです。結構キープするのが辛いと思うんですけど、呼吸を止めずに行っていきます。それでは一度肩の力を抜いて解放してあげましょう。はい、ちょっと足をパタパタ。このポーズはすごく腹筋を鍛えられるんですけど、どうですかね。ちょっとこのポーズで多分ポーズを取ってるだけでも結構、うん、確かに。あ、そうなんですか。はい、苦しければ足を少し曲げて、そうですね。あ、楽です。楽ですか。はい、きっとこうやってポーズを取れる人の方があまりいなくて、はい、少し足を曲げて足先天井方向に向けていきます。骨盤が立つことを一番意識して、でお腹引き上げて背中まっすぐ天井からつられてるようなイメージで、で首を長くしていきます。でこの時呼吸も止めません。はい、上手です。このポーズは正しい姿勢にいる筋肉をつけてくれるポーズとも言われているので、でいける人は徐々に足を伸ばしていって、はい、上手です。はい、それでは解放してあげましょう。結構腹筋と背筋を使ったと思うんです。そうですね、なんか腰のあたりに来てる気がします。いや、骨盤を立たせるというのがすごいね。そうなんですよ、ヨガでは骨盤を立たせないといけないんだ。ダメなんだ。へえ。それがみんないつも多分日常生活でこう腰が落ちて座ってることが多いと思うので、ヨガをすることによって正しい筋肉をつけて、ちょっとずつつけていこうというものなんです。それでは立ちのポーズに入っていきます。お願いします。この立ちのポーズはヨガの全ての立ちのポーズに通ずる基本のポーズになっていきます、うん、はい、大事だ。はい、なのでしっかりとこのポーズを取っていきましょう。はい、まず両足を揃えて立ちます。はい、で親指をくっつけて立ちましょう。親指をくっつけて、かかとは 2,3 本分開けて立ちます。はい、内股、内股ですかね。ちょっと内股みたいになっちゃいますかね、うん、はい、そうですね。で、親指、小指、かかと3点でしっかりとマットを捉えていきます。はい、はい、そうです。はい、そして下からチャックを締められてるようなイメージでそうですね、締められてるようなイメージで立っていきましょう。はい、そして骨盤平行にしてお腹を引き上げて背骨まっすぐしていきましょう。はい、空から一本の糸でつられるようなイメージで立っていきます。肩一つくるーっと回してスタン、目線は正面、鼻先を見ていきます。タダーサナ、山のポーズです。
してますか、今回してすごく固まってる感じがするんですけど、リラックスして、はい、ただ立っているように見えるんですけれども、このポーズはすごく正しい筋肉をつけてくれて、自分の内側に目を向けてくれるポーズです。それでは一回力を抜きましょう。確かに内股だからか、内側にすごく集中した感じがします。はい、なんだろう、日頃全然こうだらんって立ってることも多いかと思うんですけど、確かにこうやって正しい位置をこう確認することができますね、うん、電車待ってるときにね、こうやってね、正しい姿勢とかそうですね、電車の中でもやるといいかもしれない。それでは胸の前で手を合掌していきましょう。そして目をつむっていきます。今日のご自身の体調、体をしっかりと観察していきましょう。目を閉じるとバランスが取りづらかったり、ちょっとフラフラしたりするんですけれども、少し不安だなと思う方はうっすらと目を開けても構いません。それでは目を開けて手を解放していきます。はい、どうですか、ゆらゆら揺れる、ちょっと揺れる感じの、ちょっと内股なんであるけどもでもなんかまだキープできてるんで、あ、キープできますか、はい、目をつむるだけで全然バランス感覚がこう、うん、体調によっても違うと思うんですね。ほうほう、これ毎朝じゃあいつもチェックしてからそうですね、朝ヨガでちょっと朝ヨガで、はい、やってみていただきたいなと思います。はい、はい、それでは最後のポーズなんですけれども、はい、みんな大好きシャバーサナです。シャバーサナ、はい、シャバ様、はい、シャバーサナのポーズです。屍のポーズ、屍のポーズ、屍死んでんじゃねえか、はい、それがマットに仰向けに寝ていきます。仰向けに、はい、で足は腰幅に開いていきます。腰幅、はい、腰幅に開いていきます。で脇の隙間には少しこう、あ、そうです、脇には少し隙間を入れていきましょう。はい、で全部の力を抜いていきます。で目は閉じていきましょう。眉間のシワを取って、奥歯の噛み締めもほどいていきます。頭で考えていることを今は消していきましょう。目を開いていきます。はい、このポーズが屍のポーズなんですけれどもこのポーズはですね、はい、ヨガのレッスンの一番最後に必ずするポーズなんですね。で、いっぱい体を動かした後にこのポーズで全リラックスをしてレッスン終わるんですけれども、このポーズ5分間で1時間の睡眠をしたのと同じぐらいの効果があると言われているポーズなんです。なんと、そうなんです。なのでもしお仕事中とか疲れたなとか、はい、あ、ハードだなっていう1日にこのシャバーサナのポーズをちょっと、あ、もう疲れたからちょっと休憩時間の5分だけって全リラックスをとって目を閉じていると1時間1時間も、寝ちゃいそう。すごい、普通にだから控え室でガチャってくるバイクがシャバーで登る、シャバーサナしてるかもしれない、シャバーサナしてるかもしれない、シャバーサナしてるかもしれない、ということで今日は、はい、ヨガの入門編ということで、座りの基本の、はい、安楽座のポーズ、はい、そして立ちの基本の山のポーズ、はい、でみんな大好きシャバーサナを、はい、皆さんに、はい、お伝えしたんですけれども、はい、これから徐々に、そうですね、はい、撮っていっていただければポーズを、はい、ヨガ講座、はい、ちょっとまだちょっと初級じゃなくても他のね応用編みたいなね、あるポーズをこう撮っていきます。あ、なんかある、なんかあるでしょ、これ、ね、これ出てきませんでしたけど、ね、これ、これ腕が伸びるやつだからね、これは超上級しかできない。ちょっとなんか他のやつもまたご教授賜りたいと思いますので、はい、続けてやっていきたいと思います。はい、ということでこちらの動画よろしければグッドボタンを押していただきますとね、あなたもやるんですよ、ヨガやって
グッドボタンを押していただくと光栄でございますよ。はい、ということで本日ここまででございます。また次回お会いしましょう。バイバーイ。しかまでの腰幅でよし、リラックス。なんだこの終わり方。